こんにちは、スタジオ三村です。秋に一里離れの斉藤シェフが経営するテクストゥーラに行ってとても美味しかったのでご紹介いたします。テクストゥーラは中華料理とスペイン料理どちらも楽しめるお店です。こちらのお店はカジュアルゾーンと高級感のあるレストランゾーンに分かれており、今回はお店の方のご好意でレストランゾーンに案内していただきました。料理にパクチーを使用されるので苦手ではないか事前に確認してくださいました。私たちは平日限定のコースを注文しました。メインと締めの料理を選ぶことができ、こちらについても丁寧にご説明してくださり、とても悩みました。そしてメインは2種類あったので、1つずつ注文し、締めはチャーハンとアロスオルノというスペイン風の炊き込みご飯にしました。まずは乾杯をし、こちらは前菜のよだれ鶏です。よだれ鶏はこちらのお店でも大評判で、蒸し鶏とやみつきになるスープがとても美味しかったです。私たちはできませんでしたが、別のメニューでは三段活用といって麺を入れたり餃子をスープでいただいたりと、最後までこのスープを味わうことができるようです。続いて前菜のピンチョス9種です。こちらは一から順番に食べることをおすすめしていただいたので、その通りに食べていきました。紹興酒につけたエビやフォアグラのテリーヌなど、こちらもどれも美味しくて前菜からワクワクが止まりませんでした。夫の選んだメインは豚ほほのシードル煮込みです。こちらは私が選んだ大エビのあられ揚げです。
ちらは締めのアロスオルノです。In Carolina, in my mind, but I hope for California one more time. Open road now, gonna find a place where my heart hits the ground. City. こちらはもう一つの締めのチャーハンです。最後にこちらは幸せのお裾分けということで、メニューにはないパエリアをいただきました。こちらは全体を通して期待以上のお味で、また絶対にリピートしたいと思いました。